ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくり霊夢です。霊夢、突然だが2013年の流行語を覚えてるか？2013年。なんだろ、今でしょとか？おお、正解だ。他にはジェジェジェとか倍返しとかなんだが。まさに豊作って感じだね。そしてかの有名なバカッターという言葉が生まれたのも2013年なんだぜ。もう8年前なんだね。しかし、2021年となった今もいわゆるバイトテロはなくならず。あれは一体何がしたいんだろうね。ってことで今日は世間を騒がせすぎたヤバすぎるバイトテロたちを紹介していくぜ。二度とバイトテロが起きませんように。あ、紹介していく前に言っておきたいことがあるんだが。どうしたの？もちろん閲覧注意だぜ。下手なホラーより怖いもんね。じゃあ最初は、最古のバイトテロと言われているこの事件から行くぜ。始まりのバカね。一人目はローソンのアイスクリーム用の冷蔵庫に入ったこの男だ。ああ覚えてる。2013年の7月にツイッターとフェイスブックに投稿されたこの画像は、瞬く間に拡散され、大炎上。当然すぐにネットで店舗や男の名前まで特定されたんだ。ネットは恐ろしいね。そしてこの男の職業が発覚したことによってさらに炎上は広がったんだぜ。確かこの店の。そう。この男はこのローソンの経営者の息子だったんだ。当時22歳だった男は定職に就かずフラフラしていたらしく、見かねた親が息子に働き口としてこのローソンに入れたらしいんだが、アイスケースの中に入っちゃったと。そういうことだな。親不孝にも程があるよね。その後、ローソンはこの店とのフランチャイズ契約を解消し、男を当然解雇、他従業員への再教育を実施したそうだ。ちなみに一説ではフランチャイズ契約の解約金は、3000万円だったそうだ。3000万、アイスケースの入場料は3000万ってことだな。誰も入りたくないよ。しかしこの事件によって怒涛のバイトテロラッシュが起こるんだ。ラッシュ史上一番嫌な響きだね。ローソンの事件から数日後、今度はミニストップのアイスケースに入った男がいたんだ。なんなの？家にクーラーないの？今回は従業員ではなく客の高校生がアイスケースに入り写真を撮って、当然ツイッターやフェイスブックに投稿、即大炎上。投稿しちゃ全部終わりなのよ。結果的に本名や学校までもが特定され、ミニストップ側も警察に被害届を提出したそうだ。その結果、高校生たちは書類送検され、高校からは処分が言い渡されたらしい。書類送検されたってことは損害賠償とかも請求されてるよね？表沙汰にしてないだけでおそらく親に請求は言ってるだろう。この一件でミニストップは全アイスクリームを廃棄、ケースの入れ替えと、返金対応に追われたそうだしな。結局関係ない人が対応に追われるのはかわいそうすぎるね。そして3人目のバイトテロは初の女性バカッターだ。確かに男性が目立ってたイメージあった。ラーメンのチェーン店マルゲンラーメンで働く未成年の女性が、調理前の食材を加えているところを同じバイト仲間が撮影。その後、もちろんツイッターに元気よく投稿したわけだ。自分がとんでもないことをしているともわからずに、しかも写真にはこんな文章まで添えられていたんだぜ。ラムネ飲んだりつまみ食いとかソーセージ加えたり遊んだり、いろんなものパクったし笑いすぎた。お猿さんかな？最後には笑ってるところがバカッターポサを助長し、瞬く間に大炎上だ。ちなみにこのバイトテロは、業務上横領という罪に問われる可能性があるんだぜ。業務上横領？ああ。横領罪の一種で勤務中に店のものを盗んだりする罪だ。まあ他のバイトテロもれっきとした犯罪だけどな。犯罪自慢と何も変わらないよね。そして4人目のバイトテロ、こいつはなかなか強烈だぜ。ミニストップのレジカウンターで開脚し、この時点で強烈なんだけど、バーコードリーダーを股間に当てた男だ。じゃあ、この男は店のバイトの大学生だったらしく、もともと素行が悪いと注意されていたそうだ。悪すぎるけどね、素行。この画像がネットで出回り、ミニストップ側は警察に通報したんだ。あのアイスケースに入った高校生の一件以来、ミニストップ内ではきちんとした対処方法が周知されていたんだろうな。こんなバイトテロのために労力使いたくないだろうに。ちなみにこの大学生は騒動中、アメリカに留学していたらしく、帰国して訳もわからないまま逮捕されたそうだぜ。アメリカで恥さらしてないか心配になるわ。そして次のバイトテロだが、どうしたの？この事件は炎上後の情報も公表されていて、かなり胸が痛む事件なんだ。もちろん胸が痛むって言っても、同情するのは店側だけどな。5人目のバイトテロは、ステーキハウスブロンコビリーで起きたバカッター事件だ。お店の名前聞いたことあるかも。アルバイトの男は靴のままお店の冷蔵庫に入っている写真をツイッターに投稿。
瞬く間に拡散、炎上、特定の3コンボを決められたんだ。SNS の3大コンボだね。この騒動にブロンコビリーはすぐに謝罪を表明し、この店との契約を破棄、店は閉店に追い込まれたそうだ。他の従業員さんは許せなかっただろうね。ちなみにこの男は保育士の専門学校に通う生徒だったらしく、SNS 上ではこんな奴に子供預けたくないとの声が殺到したそうだ。当然だね。そしてこの男の内定は取り消され、その後外に出るのが怖くなったという理由で、引きこもりになってしまったそうだ。ネット上に自分の顔とか名前が拡散されたんだもんね。ブロンコビリー側は男に損害賠償を請求。その額は2000万にもなるそうだぜ。被害額を考えれば妥当だよね。男のツイッターアカウントは、一文なしもすぐそこというツイートを最後に、更新が止まっているそうだ。っていうかよくツイッターできるね。そして次のバイトテロも、店側のことを思うと、胸が締め付けられるような事件なんだ。関係ない人が巻き込まれるのはまさにテロだよね。6人目のバカッターは、ある蕎麦屋の食洗機に体を突っ込んだ画像を投稿した男だ。どいつもこいつもなんで入りたがるんだろう。これまでのバイトテロはチェーン店などが多かったが、この蕎麦屋は個人経営のお店だったそうだぜ。食洗機に入った男とそれを撮影した男は当時大学生だったらしく、その大学名もすぐに特定されたんだ。大体大学生だよね。当然、店も特定され大炎上。結果的に3300万の負債を負うことになった店は、約2ヶ月後に破産してしまったんだ。バイトのバカな行動で破産なんて災難すぎる。その後、店の会社は男たちに合計1385万円の損害賠償を請求する裁判を起こしたが、裁判所の勧告で結果的に200万円で和解したそうだ。安すぎない？もちろん会社は負債額を考えると大幅に損だな。しかもこの蕎麦屋は繁盛した時期もあったものの、時代の流れもあり経営が苦しかったらしく、事件の4ヶ月前に、社長が自殺で亡くなっているんだ。それでも再起をかけた奥さんが1000万円ほどを設備投資にかけ経営を引き継いだ時、あのバイトテロが起きたと、バイトのバカな行動で、人生がめちゃくちゃになるって考えたら恐ろしいよね。しかしこんな悲劇を引き起こしておきながら、最後まで犯人の大学生や親からの謝罪はなかったそうなんだ。はぁ、あ、親まで一体どんな教育をしてるんだろうな。と、ここまで6つのバイトテロを紹介してきたが、一つ共通点があるんだ。共通点、全員バカとか？まあそれも間違いではないが、最初に紹介したアイスケース男から、さっきの蕎麦屋の事件まで、すべて2013年の7月と8月のたった2ヶ月で起きたことなんだ。たった2ヶ月で？ああ、もちろん紹介していないバイトテロもまだまだあるように、とにかく2013年はバイトテロが連続したんだぜ。でもなんで2013年に？おそらくツイッターなどの SNS が若者に浸透し始めた年で、その拡散力を理解していない学生が何の危機感もなく、犯罪行為の写真を投稿していたのが理由の一つと考えられているんだ。確かにそれまではミクシーとかが主流で、拡散ってイメージはなかったもんね。おそらく仲間内だけで面白がるつもりだったんだろうけど、ツイッターはそこまで甘くなかったってことだな。でもそもそも店に迷惑をかけるようなことをするなって話だよね。その通りだな。次は2019年に起きたバイトテロを2つ紹介していくぜ。7人目のバイトテロ、くら寿司のアルバイトが、ゴミ箱に捨てた魚を拾って調理した事件だ。うわ、最悪。大阪府のくら寿司でバイトしていた男2人が調理場でさばいた魚をゴミ箱に投げ、その後、もう一度拾い上げまな板に置いている映像が拡散されたんだ。当然そのまな板とか消毒してないんだろうな。映像には気違いではないって、との文字も記されていたそうだ。ではないこともない気が。この騒動を受けくら寿司側はすぐに謝罪を表明。そして当時注目されたのは、すぐにくら寿司側が刑事、民事での法的措置を取ると検討し、1000万円以上の損害賠償を請求することを公表したんだ。理由としては、お客様、株主様、取引先様と全国で共に働く従業員の信用回復のためと、多発する飲食店での不適切行動とその様子を撮影した SNS 投稿に対し一石投じるため、とのことだったんだ。二度とバイトテロを起こさせないっていう強い意志が見えるね。しかしそんなくら寿司の警告も虚しく、バイトテロは続くんだ。なんだってんだ一体。8人目のバイトテロはセブンイレブンで、売り物のおでんの白滝を口に入れたバイトだ。うええ。そのまま鍋に戻したりしていないが、その様子が SNS で拡散され、大炎上。しかもこの事件はくら寿司騒動の真っ最中に起きたんだぜ。ニュースとか見ないのか。きっと他人事だったんだろうな。セブンイレブン側は問題の男と撮影した男を解雇し、法的処置を含む厳正な処置を検討しているそうだ。二度とセブンイレブンで働いてほしくないね。そして2019年にはバイトテロが再び増加したんだ。
どうしてだと思う？前は2013年だから、バカは6年単位で増えるとか？その説も捨てがたいが、おそらくインスタグラムの普及がきっかけになっているんだ。あ、ストーリー機能の影響か。その通り、インスタグラムのストーリー機能は、短い動画を簡単に投稿できるわけだが、その簡単さが投稿のハードルを下げ、その結果拡散力の強いツイッターに流れ、大炎上ってわけだね。ああ、実際さっき紹介した2つのバイトテロも、インスタグラムのストーリーに投稿されたものだ。とにかくバカは新機能を犯罪自慢に使う傾向があるんだね。そしてあと2つは、2021年の6月に起きたバイトテロを紹介するぜ。かなり最近だね。っていうかまだいたんだ。9人目のバイトテロは2021年6月4日に投稿された動画だ。その動画には宅配ピザ大手のピザハットでバイトする男性が提供前のシェイクを、ヘラで舐めている様子が映されていたんだ。もう最悪だね。この動画もインスタグラムのストーリーに投稿されたもので、アカウントは特定の人しか閲覧できない、いわゆる鍵アカウントだったそうだ。投稿した本人も拡散されるとは思わなかったと言っているらしい。いくら友達でも見逃せないよねこんなの。ピザハット側は謝罪を表明、撮影者や映っていた男には厳正な対応をすると決めたそうだ。そして最後、10人目のバイトテロは、がっつり閲覧注意だぜ。最新にして最悪のバカってことだね。問題の動画はカレーハウスココイチ番屋、通称ココイチの厨房で撮影されたものだ。動画は店員がズボンの中に手を入れているところから始まるんだが、やめろ、やめてくれ。その男はズボンから手を出し、スパイス、スパイスと言って、カレーの上に何かを振りかけたそうだ。嘘だろ、嘘だと言ってくれ。そしてアップされた画面には黒い陰謀らしきものが、キャー。当然すぐに拡散され、炎上し特定、ココイチ側は彼らを解雇し、法的処置を検討しているそうだ。もう法的処置どころじゃ済まない不快感だよ。こうなれば損害賠償は数千万では済まないそうだぜ。ってことで今日は世間を騒がせたバイトテロを紹介してきたけど、どうだった霊夢？霊夢？ちょっともう気分悪くなってきた。まあその気持ちもわかるぜ。とにかくバイトテロは威力業務妨害や名誉毀損罪などの劣気とした犯罪だぜ。もちろん撮影した方にも責任はある。霊夢、他に何か言いたいことはあるか？自分の行動が人の人生を壊す可能性があることを忘れるな、ガク。とのことだ、みんな胸に刻んでおこうな。それじゃあ、今日の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。